ワンピース並みとロビンが一味の中で結婚するなら誰？みたいなガールズトークをしているところが見たいについての反応集。チャンネル登録、高評価お願いします。さあ、行くぞ！ナミとロビンが一度でも夜の洗室やお風呂でしたことがあったなら俺は成仏できる。死んでるのか。そうか、俺はビビとナミがそういう話をしていた事実が映像化されるまでは成仏できないんだ。書体を持つのが基本的に公開と対極にあるものっぽいからな。おぜいが魚人道後みたいなトラブル起こして呆れて終わりそう。こいつブラックじゃね？誰が三枚下だわいな。どいつもこいつもなしね。つまり私もなしってことなの？いや、ロビンはみたいな会話はしてほしい。呪縛霊で確定。ロビンって覗かれたりするのかな。ブラックしてきそう。ロビンは真顔でちょっとあって言いそう。ナミはルフィに一番文句言いながらルフィ選びそう。ルフィ役の田中さんはインタビューか何かで結婚するならウソップって答えてたな。ナミはカヤの存在を知らなかったらウソップを選びそう。基本ナミさんはルフィを一番ボロカスに言うけど、ロビンちゃんがからかい混じりで、じゃあ私がもらっちゃおうかしらとか言うと、しどろもどろにやめておけと言って引き離そうとする。それ見たロビンちゃんがレベッカとかハンコックを例に挙げて油断しちゃダメよってアドバイスする。盗み聞きしたサンジは例の顔になる。どの顔だよ。シケモクのシーンやろな。気になって聞き耳を立てる男性陣サンジ以外ノリで、なんとなく参加がブラックされ、ブルックは塩漬けにされ、ウソップの鼻は折られ、チョッパーは抱き枕にされる。どうしてウソップだけ二度打ちされるんですか。男性陣はナミ派かロビン派かは話していると思う。ルフィ、俺はどっちも大好きだぞ。しルフィはこういうこと言う。必ずどっちか選ばせるならナミ派ルフィ、サンジ、ウソップ、ブルック、ロビン派、チョッパー、ゾロ、フランキー、ジンベイ。独断と偏見、異論は全然認める。フランキーはリトモズとキウイはベラしてたし、ナミみたいな若い子好きそう。ウソップはおとなしいロビンの方じゃないか。はべらしてたって言ってもあれは妹分としてでしょ。ウソップはナミの方だと思う。ルフィは優しいからでロビン選んでそう。女性陣にこの話題がバレたらロビンは微笑むけど、ナミはロビン派の男ともに、ちょっとあんたたち私のどこがダメだってのよと詰め寄ってビビったチョッパーがナミ派にくら替えする。どっちも冗談すぎて俺には選べるねえな。二人ともスーパーないい女だぜ。ロビンもロビンでまんざらでもなさそうにルフィ選びそう。大方集約すると、ナミハサンジ、ブルック、ロビンハルフィ、ウソップ、チョッパー、ゾロ、フランキー、ジンベイ。でもチョッパーはビビって、ナミでもやっぱり優しいロビンに行きそうなんだよな。ナミにエマルコンビが揃った。ルフィ優しいからゾロ、静かだからウソップ、お金にうるさくないからサンジ、明るいからチョッパー、優しいからフランキー、年近いからブルック、明るいからジンベイ、年近いから、理由はこんな感じか。ロビン人気すぎん。笑い。レディに順位つけるなんて失礼なことするかよ。当然ナミさんもロビンちゃんも俺はもらってくぞお前ら。これタバコじゃなくてチパチャップスじゃないか。お気づきになりましたか。で、ガールズトークはどうなったんだ。まあルフィは上で言ってるみたいにどっちも大好きで終わりそうだし、なんならゾロもあんまり選ぶイメージはかねえ。ま、強いて言わせるならロンだろ。お題は逆にナミとロビンが選ぶ側だったんだが、この二人が選ぶとなるとルフィ一択で終了しちゃうからな。漠然と誰を選ぶ？ならそうなるかもしれないが、今回のように条件付きならその限りではないだろ。どっちを選ぶかってなら、無意識にルフィを選ぼうとして少し困惑するナミがいてほしいです。ウソップは偏見ながらナミからは弟、ロビンちゃんからは頼れる兄貴肌に見られてる気がする。結婚するなら誰？の話題から一人一人と結婚した場合こうなりそうとか、間違いなくこうなるわよね、とかワイワイ想像して盛り上がってほしい。サンジが読めないその時の気分で返そう。フランキーや親分さんはきっといいパパになると思うわ。サンジ君とかの方が優しくて面倒見が良くていいんじゃない。ふふ、ナミにもそのうち大人の男性の良さがわかるわ。よほほ、チョッパーはもしかしたら話題に上がるかもしれないけど、そもそも話題に上がらないブルック。結婚相手として仮に見るならウソップ、サンジ、ジンベイが人気なイメージで、ルフィ、ゾロはそういう話ではなしって言われそう。どっちがいいとかを語れる男性陣半分くらいしかいないんじゃねえかな。ルフィは二人よりも飯がうまいからってサンジ選びそうだし、ゾロは人前でそんなこと語るとは思えないし、サンジはどっちかを選ぶことなんてできないし、チョッパーは獣だし、